ご視聴ありがとうございます。今回はオアフェス2024冬展示単体ご紹介です。個人的にとても気になっていたものをご紹介させていただきます。で、今回が一発目になるんですが、渋谷スクランブルフィギュアさんになりまして、ブリーチ、石田瓜生じゃなかった、魔法少女マドカマギカ、カナメマドカ7分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていってください。はい。で、すいません、渋スクさんに関してはメーカーさんのブースまとめも投稿予定なんですけどね。まあでも先に投稿しちゃいました。ちょっと一番最初のまとめ動画がヘビーすぎて少し箸休めじゃないですが、今回は軽めな動画として単体フィギュアのご紹介させていただきます。許してください。はい。で、このフィギュアがですね、確か1年前ワンフェス2023冬には未彩色での原型が展示されてまして、で、今回ついに彩色原型公開となりました。でもさらに前のワンフェスとかでもフィギュア化の告知はあったんですけどね。もうほんとついにここまで来たかって感じがします。マドマギフィギュアって一時のブームが落ち着いて、でしばらくスケールフィギュアっていうのもほとんど出なかったと思うんですよね。新編の映画の時にちらほらくらいでしたかね。で、まあ梅先生版だったり、あとは近年だとマギレコがちょこっとくらいでしたよね。まあなんですが、渋スクさんから出るという告知が出て、まあ、どんな造形になるのかってすごい楽しみだったんですよね。まあ基本的に大ボリュームですからね、すごいエフェクトがつくのかとか思ってたら、まあおしゃれな造形だこと、これはもう絶対ポチりたいと思います。ソウルジェムの中にとか最高すぎません？しかもしっかりエフェクトなんかもついていて、彩色版公開となりましたが、もうほんと最高の見栄えとなってました。で、もちろん渋スクさんということで、マドカ自体の出来、お顔なんかは言うまでもなく、というかマドマギフィギュアってどのメーカーさんもすごいよくできてますよね。偽安いとかあるんですかね。プライズとかも超可愛いですよね。まあとにかく今回もとてもよくできてました。で、まああとは、まあ、ジェムの金属っぽいようなフレームの質感ですとか、クリアピンクの足元のエフェクトで、そして渋スクさんといえばな大ボリューム、いやーこれはもうポチるしかないですよね。うん。で、この隣にはですね、まあ、同じタイミングで発表がありましたホムホムも未彩色で初展示となってました。で、そちらもまあ後日渋スクさんまとめ動画の方でご紹介してみたいなと思います。で、もちろん同じ感じの造形になってますので、うん、2体買えようと言わんばかりに感じました。はい、買わせていただきます。で、あとは、まあ、他のキャラ出るかですよね。まあ2人だけで完結してもいいような気がしますが、それぞれファンがいますからね。もうすでに決まってるのかもしれないですし、売り上げ次第ではとかもあるかもしれませんからね。まあ今後の動きにも注目していきたいなと思います。はい。で、まあマドマギといえば今年の冬に新作映画控えてますからね、ワルプルギスの回転で、まあ、そっちも絶対フィギュア化来るでしょうけどね。でも劇中ですとかイラスト再現だったりするかと思いますので、このクラスのフィギュアっていうのはなかなか出ないんじゃないかなと思いますし、あと作品を象徴している感じのデザインなので、もうほんとこれだけ持っているっていうのでも意気しますよね。で、まあ一応まだ展示のプレートを見る限り価格未定となってますが、ここまでできてますし、予約も近々始まるんじゃないかなと思います。いくらくらいになりますかね。まあ少しでも安くなるようお祈りしながら待ちたいと思います。まあいくらでも買うと思いますけどね。はい、では以上になります。今回は渋スクさんでマドマギマドカフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。